日本大学は東京都千代田区九段南4丁目8番24号に本部を置く日本の私立大学である。1920年に設置された大学の略称は日大。東京都千代田区九段南に所在する日本大学会館。日本大学は日本最大の規模を有する私立総合大学である。 2017年度の事業活動収入は1938.7億円で、私立大学全体で第1位であり、2018年4月現在での大学図書館蔵書冊数571万7671冊も、私立大学全体において第1位である。2018年3月現在での卒業生、総数116万7309人や、 2019年5月1日時点での学生数74,616人も日本の大学全体で第1位である。2019年6月時点での社長の出身大学者数2741人も日本の大学全体で第1位である。常に世界的な視野を持ち教育の発展及び人類社会への貢献を教育目標としている。 山田明義を学祖とし、創立関係者は、宮崎道三郎と、金子健太郎を含む、法律学者11名である。全身たる、日本法律学校を設立するにあたって、山田はその立場から、先の創立者との協議の上で、日本の古法九線を明らかにして、さらに新しく生まれる、諸法典を研究するため、日本の法学を治める学校を設立することを、 取りまとめた。すなわち、彼は大日本帝国憲法が発布された近代国家の創世期において国法を専修する法律学校の設立が急務であると考え、直ちにその設立事業に取りかかった。そして1889年10月4日、東京府から設立許可を得て、日本大学法学部の前身である日本法律学校が誕生した。また、 山田は、同学設立後も文部省に対して、特別認可学校とするよう要請し、同学の運営財政面において尽力した。このように、日本法律学校の設立事業と、学校設立時に、彼が示した、開学理念及び思想は、その後の法学部のみならず、近代日本の発展に大きく寄与したことは周知であり、近代法の祖と称されるゆえんである。 その彼を日本大学は学祖と位置づけている。教育、研究活動をはじめ医療から、生涯学習等、近代社会を目標に様々な活動を行っている。単科大学のようにそれぞれ独立したキャンパスを持ち、図書館は全学部のキャンパスに置かれている。体育大会といったイベントを大学主催で実施しており、広範な学問領域を包含する。 国内屈指の総合大学としてのスケールメリットを学術研究の推進力と成果に結実させるために体系的な学術研究戦略を立案し全国各地に付属校も設け学部連携研究推進シンポジウムを積極的に開催するなど研究、教育内容の拡充、発展に取り組んでいる16学部87学科、短期大学部5学科 通信教育部4学部、大学院20研究科、ご付属病院、11高等学校、6中学校、小学校、幼稚園等を設置し、医学部、私学部、薬学部、獣医学部の6年生4学部である。医学教育の面では日本で最も早く、OSCE を導入した。1903年に、日本大学と解消。九百二十年に、 大学令に基づく大学となった。マスコミ、芸能界、放送界政界、寛解、財界、学会、土木、建築界医師、技術者、アスリートなどの分野に多様な人材を輩出している。日本大学では1914年に4ヶ条からなる、見学の趣旨及び考量が制定され、それが戦後の改定により、目的及び使命と形を変え、 さらに創立70周年を迎えた1959年の再改定によって現在の姿となった。また、2007年6月1日に教育理念として自主創造を選定した。目的及び指名日本大学は、日本精神に基づき同等をたっ飛び検証に従い、自主創造の寄付を養い文化の進展を図り、 世界平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする日本大学は広く知識を世界に求めて深遠な学術を研究し心身ともに健全な文化人を育成することを使命とする見学の起源明治政府は欧米の列強と条約改正交渉を進めるために新しい法律の整備を急いでいた1889年2月11日の 大日本帝国憲法の交付をきっかけに、欧米諸国の法律だけではなく、古典的な意味合いから日本独自の法律を教える、学校を建設する、必要性が高まっていた。公典高級所所長である、司法大臣、山田昭義は、日本の法律を研究し国運の増進を図ることを、目的とする学校の設立を目指し、同じ趣旨で、学校設立計画を進める。 法律学者らを全面的に支援した。明治憲法公府と年を同じくして1889年の10月4日、公天高級所の校舎を借り受ける形で、現法学部の前身にあたる日本法律学校が設立された。日本大学はこの年を創立年としている。日本大学開校の地の肘の司法大臣であると、もに新職要請を行う。 中央機関である高天高級書の所長を務めていた学祖山田昭義は日本の国文国史の研究とともに国法も重視すべきとし1890年に高天高級書の校内に国学院を設立した才能国学院設立主意書にはその参加が記されているしかし国学院は実際には国文国史の2課で開校し その国宝を専修するところを日本法律学校と称することにした。いずれは日本法律学校も国学院に合併する予定であったが、1892年の山田の休止により頓挫した。1898年3月に高等専攻課を設置。財団法人となり、分離独立し、分離学部の前身となる高等師範課を設置。 1903年に日本大学と改めた。翌年、専門学校令に基づく大学、経済学部と小学部の前身となる商科を設置。1920年、大学令認可となる。この頃、私立大学の中では初めに女子の入学を認めた。6月、理工学部の前身となる高等工学校を開設。翌年、 芸術学部の前身となる美学科を設置。翌月には、私学部の前身となる司会学校を開校。その4年後に医学部の前身となる専門部医学科も設置。戦後の学校教育法試行に伴い、新学生に移行した。平成には、天皇、皇后が、再式に出席した。その後も、学部増設や、組織解消を繰り返し、 16学部そのうち87、学科、20研究科、五付属病院が置かれる。明治東京都千代田区飯田橋の東京区政会館前にある公天高級所、起こりさち記念碑。日本大学と国学院大学が1985年に設置。日本法律学校講師陣と第1回卒業生、大正大学例甲府日本大学。 設立人可祝学会昭和日本大学級本部、図書館胸学校教育法交付平成令和以下は、日本大学の校歌、参加、応援科学部科などである。学部通信教育部研究科専攻科別科短期、大学部付属機関総合大学ではあるが、外見は、単科大学の連合体のような様相を、呈しているため、すべての学部に研究所と図書館が置かれているのは、 もとより、その他に、資料館、博物館、セミナーハウス、学生寮、研究センター、研修所及び、練習所などを、数多く所有する、国内最大規模の大学施設を誇っている。また、学校法人が管理、運営を行っている施設もある。付属図書館重要資料、和洋書、学術雑誌など、550万冊以上を保管している。 全学で共有できるディスカバリーサービス、オンラインのデータベースジャーナル、電子書籍もある。カザルスホールカザルスホール西南方向2002年に取得。日本大学大学院ホーム研究科が2004年から2014年まで入居していたお茶の水キャンパスであった。2010年3月に貸し出し停止。現在でも千代田区にある有名な建物として存続している。 旧国技館1958年から1982年まで、初代の両国国技館跡地を買い取り、日大行動として使われていた。行事、一般向けスポーツ競技、コンサートイベントなどで使用された。学術フロンティア推進事業、バイオベンチャー研究開発拠点整備事業ベンチャー、研究開発拠点整備事業産学連携研究。 推進事業オープンリサーチセンター整備事業地域に根ざした研究大学の特色を生かした研究運動部や公認サークル、団体連など所属する部が多数あり、国内の大学の中で最多の競技部を取り揃えている。大学内にある運動競技部、所属スポーツ、公認クラブサークルとしては以下のようなものがある。国内の大学学園祭において、 最大級の催し物であり、その他にも、体育大会、書道交流会などもある。総称して、入祭。大学関係者や o b o g などが交流する場所として設けられ、通称して桜門会、大門会と言われる。全国の都道府県に、部会や支部会が、数多く存在する。そのため、それぞれを総括するために、交流会館を、 千代田区五番町に設置している。また、海外に特別支部もある。日大アイクラブとは、すべての卒業生、在学生及び、父母、教職員の絆を深めていくことを目的とし、大学の発展に助力、支援している交友のコミュニケーションの場として、発足している。会員証として、クレジットカード会社と提携して発行している、日大カードがある。 ショッピングなどで利用すると、利用額に応じた提携手数料が、大学に還元され、在学生の支援等に充てられる。日大アイクラブでは、施設を利用できるサービスのほか、インターネットを使った情報サービスなどもある。1921年に設立され、日本大学本部に編集室を置く大学公認の団体である。日本大学新聞を発行しており、発行日は、 毎月20日である。学生新聞の中で3番目に古い歴史を持っている。学生記者が取材、執筆、整理すべてを行っており、広告の営業などもおおよそは学生が行う。おおむねブランケット版の10面立てで、総合、学術、交友、付属、スポーツ面などがある。株式会社日本大学事業部の収益を、 学校法人日本大学に寄付、還元することによる、新たな収入源の確保と、事業を通したコスト削減を支援することによる、財政基盤の確立に、寄与することを目的として2010年1月7日に、資本金5000万円で設立された。事業内容としては、保険代理店事業教育、研究支援事業学生生活支援事業キャンパス、環境管理事業、などである。 日本大学の前身である日本法律学校は開校当初公天高級所の校舎を曲がりして授業を行い同所に1890年に設立された国学院と後継の国学院大学内市公天高級所の後継組織である学校法人国学院大学とは深い関係を有していた国学院大学学長が変わった際や日本大学総長 理事長が変わった際には互いに表敬訪問するなど交流が続いている。海外学術交流提携工学術交流協定等を結んでいる大学はアメリカ、イギリス、カナダ、中国、韓国など27カ国1地域133大学等ある。また、35カ国1地域から1200人を超える留学生が日本大学で学んでいる。 その他に以下を実施している。海外留学日本大学では、1906年に最初の留学生を3年間ドイツに派遣して、以来、交換留学、派遣留学制度や短期の海外研修制度など多くの国際交流プログラムを実施している。福島県と UI ターン就職促進協定2016年1月27日に、日本大学は、 福島県と就職促進協定を締結した。同県出身学生の U ターン就職を促進するのが目的。福島県は東北地方太平洋沖地震による東日本大震災からの復興と国の支援を受けて最先端の研究開発拠点の計画を目指し、日大会館で県商工労働部長と会談した。 理工学部と芸術学部が、区教育委員会と連携協定東京都、板橋区教育委員会からの要請を受け、同委員会が2015年4月に新設した、板橋区教育支援センターと連携して、同年6月30日に協定内容に基づく、支援を行うために協定を締結した。理工学部と芸術学部は、板橋区が推奨する、平和、環境、 地域の産業への思いを教育に取り込む施策を側面から支援する。栃木県と UI ターン就職促進協定栃木県と日本大学が地元への U ターンと県外出身学生の I ターン就職を促進するための協定を結ぶことになり、2015年6月26日に大塚吉米学長と福田富一知事が栃木県庁で協定書を取り交わした。 2017年度の事業活動収入は1938.7億円であり、2018年4月現在での大学図書館蔵書冊数571万7671冊である。2018年3月現在での卒業生、総数116万7309人や、2019年5月1日時点での学生数7万4616人である。 2016年度の警察官の採用者数171人、2017年度の公務員の採用者数1028人、2017年度の一級建築士の合格者数181人、2019年6月時点での社長の出身大学者数2741人である。N 募金とは日本大学で行っている募金や義援金活動を行う。 社会貢献活動の一つである。学校法人日本大学は、付属学校を、付属と表記している。そのため、本校では説明を呼び、以下の文章において、付属と記すべきところをすべて付属と表記している。学校法人日本大学が設置、学部に併設された、併設校と、そうでない、単独校に区分される。校名は、 日本大学を原則としている。第二次世界大戦以前、日本大学の政府属校であったが、終戦直後に行われた GHQ による財閥解体の影響により、1946年に日本大学より分離独立し、別法人となった付属校である。日本大学の推薦入学制度を政府属と同等に利用できる一方、 た大学進学進にも取り組む点がある公明は日本大学大を原則としている日本大学と準附属校契約を締結した学校法人が設置した学校を日本大学への推薦入学制度に加わっている。公明は日本大学を原則としている。なお、準附属は諸事情により提携を解消したケースも過去に存在する。かつては 以下の付属学校が存在したが、合併、廃校、離脱、定型解消などの理由により、九州もしくは別の、学校となっている。政府属学校法人日本大学、準付属本校の定型解除年は、創立115年日本大学略年部による。一部学校で、事項の公式な遠隔に記された、定型解消時期や、校面変更時期等と食い違う場合がある。 指定校順風付属校に準ずる定型関係にあった学校。私立大学全体では、第1位私立大学全体では、第1位日本の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 大学全体では、第1位上場企業に限定した場合は、第5位。 ありがとうございます。